やらなければいけないんだ。俺が。なんだ暴走でもしているのか。力だけが有り余っているというところか。貴様のようなデクノボーなどにカカロットはやらせん。奴を倒すのはこの俺だ。全力で行くぞ。行くぞ。俺の力よ。この世界の盾になる。ファイナルフラッシュ。決死とは。体力宇宙のサイヤ人、とうとう3人目か。けどよ、あたしだって負けられねえよ。あんたの姉貴分として負けられねえよな。やっぱあんたらも強えな、第7宇宙のサイヤ人。貴様らも大したもんよ。俺たちには劣るがな、さすがはサイヤ人だ。二人とも目の前の戦いだけに集中している。あたしらも上がっていこうぜ。ケール、こちらから行くぞ。おめえは大切な妹分、そして最高のマブダチだ。あたしら二人ががっちり組んだら全宇宙で最強だ。そうだろ。はい、姉さん。なんだ、暴走が収まった。暴走が収まっただけじゃない、あそこからさらに気が高まるんだ。一緒に行くぞ、ケール。あたしら二人ががっちり組んだら全宇宙で最強です。どんなにとんでもない力だとしても俺たちは負けない。サイヤ人の本当の力、貴様らに見せつけてやる。舐めてもらえちゃ困ります。許さない。これで終わりだ。完全に消えてしまえ。ファイナルフラッシュ。タッチセット。全宇宙で最強は俺たちだ。おい、力の大会が終わったら修行して今よりも強くなってみせろ。その時にはもう一度再戦してやる。再戦って力の大会で敗れた宇宙は消滅してしまうんですよ、師匠。そんなもの、俺が優勝したらスーパードラゴンボールで貴様らを生き返らせてやる。師匠。お前はどうする、トランクス。え？
優勝した後にどっちの願いを叶えるか勝負して決めてやってもいいんだぞ。いいんです、父さん。俺の願いは他の宇宙を滅ぼしてまで叶える願いじゃない。だから、父さんの願いがいいんです。